海燕の歌は、ロシアの作家マクシム・ゴーリキーが1901年に作った三文詩である。プロレタリア革命の到来を予言した詩として、ソ連、東側諸国、共産主義者、社会主義者の間でもて生やされた。海燕、海燕の歌は、ロシアの作家マクシム・ゴーリキーが1901年に、 22位ノーブゴロトで作った詩で、雑誌、ジズニ1901年4月号に発表された。ゴーリキーは発表して、すぐ逮捕されたが、間もなく釈放されている。詩人が未来を予言するというロシアの伝統にのっとって、プロレタリア革命の到来を予言した詩としてソ連、東側諸国、社会主義者の間でもて生やされた。 ロシア語の原子は意を踏んだしではなく、陰律は主に強弱四ポカクでできている。原子と日本語訳は次の通り。日本語訳は GFDL で解約をするときにはノートにその旨を追記してください。以前はソ連を呼び、東側諸国では学校でよく教えられ、公共の詩の朗読の会などでもよく朗読されたが、 グラスのスチーコをそうしたことは少なくなった。ただし、現在の中国ではまだよく朗読されている。ありがとうございます。